やっぱり嫌がったか。ここで決着をつけるのも良いかもしれんな。こっちはみんなに山本のじいさんを救うのを託されてんだ。一気に片付けさせてもらうぜ。ケツが天使だ。その程度では私は倒せぬ。貴様の全てを私にぶつけろ。行くぜ。貴様の全てをぶつけろと言ったはずであろう。真の月牙天将を。月牙天将。結界が。村正の狙いは、どうやら君の力を自分の力に融合させて源流斎先生の結界を。どうやらしてやられたようじゃ。わしの精神世界を読むことじゃ。さすが隊長閣の死神だ。奴の精神世界に入らねばならなかった。だがそいつは私の内部への介入を防いだ。山本源流斎の結界を破る策を講じるため、全ての死神や残白刀に信じ込ませ。そんな礼を言うぞ死神たち。どういうことだ。あんたは自分のためにアチキラを動かしていたってことか。僕らを騙したのか。残白刀同士の衝突かよ。君たちとこれ以上話をするつもりはない。この炎は友人じゃか。奴の手に落ちるとはね。村正とは一体。奴は無効常駐という能力塔の中に入り込み、自らの思うがままに操る。こいつまるで遊んでいるみたいじゃないか。イチゴ。くそ、村正の野郎。総隊長殿。現世の従礼地唐倉町。何だって。ここが今の従礼地。どうやら目的の場所を見つけることができたようだ。従礼地は霊的得意で、近づくフォローは私が片付けておこう。目的を成就してからにして。何を考えている。もう時間がない。なんで村正のやつが唐倉町に。とにかく脱出が先じゃ。はっ。イチゴ、援護しろ。何？塞がれたか。わしなら大丈夫じゃ。月牙天将。これをどうやって突破すればいいんだ。時間さえあればこやつを手なずけることはできよう。封印が解かれてしまう。封印ってなんだ。その主である死神コンアを、他人の内なる世界を犯し反旗を翻したのじゃ。村正により操られた残波ソウルソサイティは大混乱に陥った。そんなことが。その封印の場所がコンアと一つになったならば消滅せんとも限らぬ。俺のせいで。ここか。もうすぐだ。コウが。誰だ。あなたは誰。少しで。まだ動いちゃダメ。お前は。貴様何者だ。誰かが現世にやってきた様子。なぜ私を助ける。私は黒崎一護の敵だぞ。さっきすごく辛そうな顔してたから。バカな。フランカルのようなわがまがしい霊圧。ソウルソサエティからのお客さんかい。月牙天将。間に合わねえか。くしゃ、俺が奴を止めないと。真上で勝負だ。
何？しまった！村政はどこだ？奴はカラクラ町に向かってる。状況は最悪ってとこだね。ここから脱出させることがせ。わかった。挽回。挽回。一目必要じゃの。てめえは俺が絶対に止めてやる。じゃあ改めて龍神弱火を取り戻すとしますか。今こそ全ての我が力を差し出しましょう。そんなにかしこまることはねえぜ。こっちには4人の隊長閣がいる。だからさっさと片付けてさ、行くぜ。井上さん大丈夫？大丈夫。何者だ？死神の仲間か。また！朽木白夜の千本桜。させん。ここは俺に任せろ。人のことを心配している場合ではない。ここはアブエロ。確かに死神ではないようだな。その男はもう戦えない。何？なんでこんなことを。あなたは一体誰？知った風な口を聞くな、女！我が力こそがこの世界を変えるのだ。総括！大丈夫か、井上、石田。朽木さん、一体どういう。残白刀を実体化させ。そんな奴がなぜ現世に。黒崎は弱火の豪華に焼かれているだろう。総隊長殿の残白刀まで。必ず戻ってくるよ。だが時間がない。お前は残白刀ではないのか。私は正真正銘の残白刀だ。よしか、佐渡を安全なところに。総括！もうすぐ。ついにここまで来た。血と迷惑と祭壇におけるここはいいから行って。何か深い悲しみの底にいる。行く、朽木。分かった。6つの鍵を持て。よそ見をしている暇はないぞ。失われた棺よ。結界だったの。ついにここまで。総括！邪魔をするな。どうするつもりだ。甲賀が眠っている。全てはこの瞬間のために。我が主よ、どうやって龍神弱火の包囲を抜けてきた。だがいつまで。少し遅かったようだ。ついに目を覚ましやがった。なんて冷圧だ。これほどの冷圧とは。どれだけこの時を待ったことか。マサ、なぜだ。なぜ、なぜ私を。これは一体。お前答えなかったな。お前を呼んだの。私はお前に呼ばれるのをずっと待っていた。私は全身全霊でお前の力になりたい。お前の声はなく
お前が封印されたことを知った。俺が必要な時にいなきゃ意味がねえんだよ。同志ではなかったのか。お前は俺にとってただの刀。うぬぼれるな。自らの残白刀を道具と呼び捨て、貴様に死神を語る資格は。私を使え。貴様のような不安定な刀など使わずと。自分の残白刀を何だと思ってんだ。残白刀など道具に過ぎん。ブロさん、効果を。メノスまで体内に溜め込んでいたと。俺たちを裏切ったふりしてまで、ここは俺たちに任せて。兄様、行くぞ、イチゴ。うん。ケツが天井。総括水。体が熱い。甲が。ケツが天井。何らかの方法で吸収したホローの霊圧を己の限界する。甲が。村政の霊圧に惹かれてフォローが集まってきたよ。一緒だ。でかいだけど君の剣より殺虫剤みたいで便利だよな。黒崎くん、朽木さん、茶道井上。くそ、村政はどうなっちまうんだよ。吸い寄せられているのか。主の魂と結びつき、奴はそのためにホローを取り込んできたのだろう。奴の甲賀にかけたものあのような形になろうと。貴様のような不安定な刀など使わずと、残白刀など道具に過ぎん。こやつの霊圧はカラクラ町全体を覆い尽くすかもしれん。あんなに必死で追い求めたのに見捨てられちゃうなんて。兄様、怪我の手当てを。それよりも今は奴を完全にホローと化したか。負けん。吸収したホローと戦っているのか。違う。の探していた人は今のやつはもうまだ完全にホローに取り込まれていない。負けん。甲賀なんて執念だ。かえってあなたが苦しむだけ。負けん。井上、離れろ。大丈夫か井上。救ってあげられないのかな。千本桜。やつが天将。一号。
は膨張するのか。ここから先はイチゴ自身に任せるしか。イチゴ、黒崎くん。ここは、こんなところで会おうとはな。どこだよここは。貴様の残白島の住処があるように。じゃあここは、すぐにここは崩れよう。貴様と私をつなぐ運命に感謝している。もうてめえに戦う理由はねえ。私は戦いを放棄しない。見切ったぜ。なんでだ。終わりのようだ。ケツか。絶望。映ってた方にあるみてえだな。じゃあてめえの技は使えねえ。もらった。私の能力はそれだけではない。貴様は私と相対した瞬間に、どうやったら奴を感じろ。私が目になろう。真に通じ合えねば不可能だ。行くぞ。貴様には残月がついていたな。おっさんの言うことが、互いの存在を認めて受け入れる残白刀と死神のあるべき姿。貴様などに何が。もう限界だ。内臓一部。声が届かなかった。村正。脱出しろ。お前どうしてここまでして、お前のことをいらねえって言った。私はまだ戦える。お前は残白刀たちを解放するって言ってたじゃねえか。それは貴様らを欺くためのザレ言。お前は主を斬ったとも言った。儚い夢だ。一応間に合わなくなるぞ。奴がフォローに落ちれば均衡を失い、カラクラ町を崩壊。奴はフォローになんかなんねえさ。村正、どこまでも一緒のつもりだ。互いの存在はかけがえのない特別なもんだ。なんでその誇りを踏みにじるようなことをしてきたんだ。死神に全部合わせる必要なんかねえんだ。どうやら時間切れのようだ。村正、お前の声なら私の魂に届くのか。どうなったのだ。黒崎くん、魂を分かち合うということか。間違ったら直せばいいじゃねえか。きっと以上。村正さんは消えちゃったの。残白刀の誇りを守ってな。兄様。白夜。雨。黒崎一護、
世話になった。ああ。